すいませんが、パチンコ経験者にパチンコ未経験者の方が勝てます。パチンコの日本酒に世界周回をした私、今度は春菜がパチンコの楽しさと価値観をお伝えするチャンネルです。はい、どうも、今度は春菜でございます。今日はですね、パチンコの経験者よりも未経験者の方が勝てる理由、そのことについてお話ししていきたいと思います。パチンコまだ打ったことない方で、今僕のチャンネルをたまたま見てね、これからパチンコを学んで、どうせだったら勝ちたいなと思ってたまたま見てくれた方もしいらっしゃったらおめでとうございます。あなたはパチンコをやってる人よりも勝てる確率がだいぶ高いです。はい、おめでとうございます。はい、というわけで今日はこのテーマをお話ししていきたいと思います。現在僕なんですけど、まあ、YouTube でねパチンコの勝ち方を中心に教えているんですけど、まあ元々僕お笑い養成所に通ってまして、渡辺コメディスクールっていうところに行ったんですけど、そこの渡辺コメディスクールの同期の人たちで、まあ軍団っていう言い方なのか分かんないですけど、5人から10人ぐらいで、まあ、打ちに行ってたんですね。まあ軍団っていうか、まあ僕が親っていうわけじゃないですけど、まあ、僕が勝ち方を教えて、まあチームでね、お金もまあみんな分配してたので、まあ、チームで打ちに行ったりとか、あと今までまあ一人でね、まあパチンコの勝ち方教えてね、まあ大体20人以上、少なくても30人超えてくると思うんですけど、まあ少なくても20人以上はパチンコの勝ち方を1対1でも教えてきました。はい、まあ、そんな僕がまあいろんな人と話してね、はい、そこで思うのは、どう考えてもパチンコを少しやってますよ、パチンコ経験してますよっていう人よりも、まだパチンコ打ったことない人に教えた方が上達が圧倒的に早いです。間違いないです。はい、なんでだと思いますかと考えていただきたいんですけど、なぜかというとですよ、パチンコを打った人はね、素直にね言うこと聞いてくれないんですよ。はい、まあ、僕が説明しますよね。すると、ボーダー理論、いや、そんなの1日じゃ結果ついてこないから意味ないでしょとか、あとまあ、ひねり打ち、いや、ひねり打ち、いや、そんなの、ね、お店に注意されるからやる必要ないでしょとか、ダメで目立つから、よくないとか、あと、まあ僕、最初から、保留、まあ3度目教えないですよね。動画でも話してますけど、保留 2.8 度目、まあ2.6 とか 2.8 度目で止めるようにとしてるんですよね。で、まあ、経験者だとね、まあ、これ YouTube で上げた動画にもコメントしてる人は結構いましたけど、いや、時間効率遅くなるでしょとか、はい。まあ、とにかく言うこと聞かないんですよ。小当たりダッシュで、この画面が出たらもうすぐに打ち始めてねと。もう小当たりのアタッカーのタイミングに遅れちゃうからと。言うと、一旦消化全部して落ち着かせて打たせてくれとか、経験者は言うんですよね。未経験者は絶対そんなこと言わない。まあ、自分が何も知らなくて素人だっていう、だから素直に聞くっていうね、耳を持ってるんですよね。だから、未経験者ほど素直に聞いてくれるんですよ。はい。この理由が全てです。まあ、このことをね、僕がね、まあね、結構前なんですけど、ツイッターで投稿したんですよ。ツイッターで投稿したら、日本のパチンコ軍団の一番でっかい、一番有名なエクセルジャパンっていう組織があるんですけど、そこの会長さんが僕のツイートにリツイートしてくれました。はい、あ、すごい共感すると、本当にその通りだねっていう風な感じで、ありがたいことに会長さんがリツイートしてくれました。はい、そんだけでっかい軍団ですよ。日本で一番有名です。はい、森谷会長コラボお待ちしておりますはい、がね、いろいろな人教えてきたでしょ、今まで。が、本当に、未経験者の方が、やっぱり伸びやすいと思ってくれてるってことなんですよ。マジで間違いないから、もう、本当 YouTube の投稿を、まあ、させていただいてね、コメント見ても、もうそれがつくづく感じます。はい。もう、やたら反抗してくる人がいるんですけど、まあ、まあ、僕はすんなり流したりとか、まあまあ、まあ、そういう人なんだろうなっていう感じで、思ったりするんですけど、マジで未経験者の方が勝てるってことなんですよ。素直に聞けるから。ただね、ただ稀に、まあ僕と一緒にね、旅打ちしてた、ニッシーさん、ハローニッシーさんとか、ハローニッシーさん、まあもともと経験者だったんですけど、彼は本当に言うことを素直に聞いてくれました。僕のパチンコのね、パチプロの一日みたいな動画で出てくれた上さんって方ね、今、まあ僕の家のすぐ近くに住んでるんですけど、
まあ、経験者であっても、まあ、もともと両分だったんですけど、今はもう本当に一流のパチプロですよ。2人とも僕の実力をもう抜いてってくれてましたよ。抜いてきました、もう。はい。それはなぜかっていうと、やっぱり素直だったんですよね、2人とも。本当に2人とも素直に聞いてくれた。で、まあ、ちゃんとね、自分で調べてっていうこともやって、っていうことでございますよ。はい。なので、今日の僕が言いたい結論。もうこの人に信じていくと決めたら素直に何でも言うことを聞いてやってみると、はい、そういうことです。はい、今まで自己流でやってきて勝ててなかったのに、なんでそんな敵対してそれは違いますよみたいな言ってくるのかっていう、勝ててる人が言うならその人の言うことを言われた通りやってみると、はい、それが大事です。なんかね、パチンコやってる人は本当ね、なんですかね、なんか変にプライド高い方が多いですよね。なんでなんですかね、なんでかちょっとコメントで、教えていただきたいんですけど、本当に素直にやってみようっていう人が少ないですね。はい、だからもう経験者であっても、まあ、素直に、まあ、一度はやってみると、はい、いうことをぜひしていただきたいなと思います。はい、まあ今日はそんな感じでね、ちょっと、まあ技術とかそういうテクニックとかそういう部分ではないんですけど、お話しさせていただきました。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。